逆等戦は2020年に台湾のチームが開発したグラフィック戦争ゲーム。開発期間中にクラウドファンディングプラットフォームのサクサクゼチェックですでに2000万台湾ドル以上の資金を調達しており、ゲームコミュニティでも注目された。ゲームプレイは東アジアの様々な地下軍として強力な征服者である航軍に対抗することを基本とする。 中華人民共和国の政府関係者は、WeChat のグループで幹部にゲームについて議論しないように要請した。しかし、その数日後、中華人民共和国の公式メディアである、環球時報は、このボードゲームが国家安全保障に対する深刻な脅威であると、非難する文書を発表した。今から400年前、清志三と呼ばれる人物が天空に飛び立ち、 報奨金と屠殺用ナイフを携えて、100年の間に、東大陸の四大王国、万毛草原、トルキスタン砂場、第一ベッド行き行きと、中華翼土を制覇し、7つの王国の運命を結びつけた。今から110年前、清史門は、侵害の軍乱で退位し、共通の主を失った四国は、それぞれの道を歩むことになった。 40年にわたる混沌とした戦争の後、統一戦線の指導のもと、皇軍と呼ばれる軍隊が中華全土を征服し、清帝国に従属していた従属国や活上地をできるだけ多く復従させ、新たな巨大国家、中華人民共和国を誕生させた。清市帝や清市帝の王公とは異なり、皇軍はもはや従属国の自治統治を許さなかった。 その理想実現のために、皇軍は各州で残忍な植民地支配を行った。国家の残党は、皇軍が築いた城壁から逃げ出し、祖国を攻撃する機会を待つしかなかった。まだ屈服していない旧進国の最後の一部である。台湾はまだ海の真ん中にあって、大陸から攻めてくる皇軍を迎え撃った。長方活動と小規模な武力で戦う、70年戦争。 が大陸を石鹸している。一握りの信奉者や寄付者からスタートしたプレイヤーは、様々なイベントや行軍の嫌がらせに応じて、プロパガンダや資金を情報や戦力と交換したり、様々な組織体験や指揮戦略、大国からの援助を受けたりして、東の地図上の街から街へと、敵や自分たちの組織を変えることができる強力なカードの武器を作ります。プレイヤーは、 香港、モンゴル、チベット、カザフスタン、ウイグル、満州、台湾、中華の反乱軍に噴して、皇軍の支配を打倒するか、皇軍に噴して、すべての反共陣営を倒して、台湾を占領するかを選ぶことができる。逆東戦の核勢力の活動を示す地図、右下の円の中に台湾と香港が拡大されている。このゲームでは、 プレイヤーは東アジアの様々な勢力の一員として行動することができる。ありがとうございます。